同級。柿熊正幸の同級、今回は法治新聞の森脇さんとのコラボです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ何やりましょう。前回ですね、はい、もう1月に早かったね。はい、だいぶ気の早いというのを前に重要素したよ。はい、1月にやってみるかチャンネルの方でさせていただきましてですね、無理やりな。そうです、あえてキャンプもオープン戦もまだ見てない、全部終了、はい、本日3月26日です。そうです、もう全部見終わった後に、はい、もう一回順位予想変わったんじゃないかなということで。ちょっと変わってるんだよね、俺。やっぱそうですよね、うん、はい、なので、まあ、前回のある？前回のあります、はい、掛布さんの前回の予想がこちらですね。阪神、巨人は変わってないんだな、うん、広島、中日、うん、DeNA、ヤクルト、はい、で、今回3月26日現在、はい、私の順位予想はこうです。開幕前ですね。阪神、巨人は勝っておりません。はい。で、3位に中日を入れました。上がってきてます。上がった。え、ね、安入り。はい。で、4位が DeNA。上がってます、ね、上がってるのよ、はい。で、広島、ヤクルトと。ちょっと広島が落ちちゃったんですね。落ちた。ヤクルトは変わらず。変わらず。はい。やっぱり、はいはい、この中日をね、この上げた理由っていうのは、今現在、やっぱり順位予想する場合に、はい、勝ち星の計算って、やっぱ投手力で計算するよね。はい、ピッチャーの勝ち星。そうなると、中日が大野投手だとか、はい、復活してきましたから。でしょ、はい、で、梅津。はい。はい、このあたりが戻ってくると、抑えもちゃんとしてるからね。はい、そう考えると、阪神に次ぐ投手力を持っているのが、中日なのかなと。しかもこのオープン戦も。いいもんね。はい、1位で。だから、ありまして、あと中田翔選手が、はい、どこまで打点を上げられるかだと思うんだよね。打率で勝負するんではなくて、はい、中田翔選手が100打点近く上げられれば、中日の得点力不足っていうのは、当然解消されるわけで、はい、そうなってくると、あの投手力をもってすると、意外に阪神にとって強敵になるのは、中日かなと思ったり、小笠原くんもいるもんな。そうですね、左で。柳投手もいますし。柳もいるから。はい。で、高橋宏斗くんもね。そうそうそう。はい、だから、名前、指が阪神ぐらい折れてくるでしょ。そうなんです。だから僕は3位に挙げたんですよ。はい、で、この1位、2位の順位を変えなかったっていうのは、うん、阪神は確かにオープン戦、はい、最下位です、はい、ボロボロです、ね、全く打たないし、はい、投手陣もちょっと手を取られすぎたところありますけども、ただ ね、 そうですね、岡田監督とキャンプの時に話したんですけども、うん、いや掛布さんと1年間戦うチーム体力というものを考えた時に、やっぱり阪神の投手力とで選手の若さ、はいはい、だチームとしてまだ伸びしろのあるチームだと思いますと。それと僕が、その開幕ローテ考えた時、6人のローテーションっていうのは阪神指もうすぐ折れるよね。はい、そこに7人目の門別という。いや、覚醒しましたね。あの若いピッチャーがすごく良かったので、はい、そうですね。そう考えると先発ピッチャーが一人ダメであっても、うん、その穴をモンベスというピッチャーが埋められるんじゃないかなと。そう考えたときに、1年間先発ローテーションを守れる投手力っていうのがあるなということと、湯浅の状態が非常に悪かったんだけど。なんか2軍投げてすぐ2軍落ちっていうのを、ね、ちょっとなんかショートアームといって後ろを小さくして投げるような、ちょっとフォームの変えてるらしいんだけども、うん、まあそのタイミングはまだまだ合ってないんだと思うんだけども、うん、あのゲラですよ。はい、ゲラゲラゲラですよ。これが僕、紅白戦で見たときに、160キロ近いストレートを、あの紅白戦で出すわけよ、はい。それで低めにしかボールがいかない。それと僕のゲラ評価の一番は、ショートでメジャーに上がったってこと。あ、ピッチャーじゃなくてってことショートで上がったんだよね。ってことはだよ、すんごい身体能力があるってことでしょ。確かにそうですよね。そのゲラの、その状態の良さということは、当然弱さの穴を埋められる岡田監督は
手応えを感じているので、投手のバランスってのはやっぱり6球団でナンバーワンかなって、これはやっぱり動きませんよ。はい。で、巨人の2位も動かさなかったのは、やっぱりその安倍監督が、その、やろうとしている、その野球というのは、ホームランだけでは勝てないということを再三言ってました。はい。はい。非常にオープン戦から細かいバントだとか、うん、1点を取りに行く野球にこだわるような。高校野球みたいなことですか？戦い方してるでしょ。あの巨人がですよ。はい。去年ホームランナンバーワンのチームが。バコバコ打ってたチームが。そうそう。スモールベースボールというものを、ちょっと意識をしてるということと、はい、それと、僕、秋季キャンプの時に、安倍監督に、うん、巨人と阪神の大きな差は、走る力だと思うと。はい。阪神は一塁まで全力疾走してますよと。巨人は一塁まで全力疾走する選手は、あまりいないよねと。まあ、若手はするとしても、ね、ってことですよね。だから、このポイントは、坂本、岡本という、野手の中心になる選手が、一塁まで全力疾走とは言わずに、ある程度走る姿を見せれば、僕は巨人は変わると思ってるの。その走る野球に対して、オープン戦の巨人の戦い方見たときに、安倍監督はきちっとやらせてるんだよね。だから今年の巨人は、僕大きく変わるんじゃないかなと思ってるの。徹底してる安倍さんの野球で変わってくると。それと、菅野投手の名前が出てきますか？聞かないよね。はい。戸郷選手は。聞くけども、まあ、菅野投手を多分、6番目とか7番目ぐらいの感覚でローテーションを考えてると思うんだよね。もうその1、2、3を任せる。任せるんではなくて。だから1回投げたら10日休ませて投げさせるぐらいの、それぐらいのローテーで菅野投手を投げさせることも考えられる。本当今年の巨人のその、なんて言うんだろう。野球が大きく変わる、うん、若いピッチャーもいっぱいいますからね。そう。それともう一つびっくりしたのは、春のキャンプで安倍監督が、阪神の1年間のデータを全て洗い出しましたと。で、阪神と巨人の昨年の1年間の野球の違いを全て比べましたと。こうだからうちはこうだ。こうだからこうだ。という、負けた理由付けをちゃんとしてるわけですよ。反省してるってことですね。振り返って。で、あの巨人がですよ。僕ある意味、巨人プライドを捨てたと思ってるの。あ、今回の巨人は。プライドを捨てて、阪神を叩きに来るぐらいの、その強い気持ちで、今年一年戦うと思いますので。また一から始めていく巨人チームってことですね。安倍監督。で、この1位には変えられないなと。中日の際は言いました、はい、DeNA はですね、はい、なぜ上げたかと言いますと、オースティンが契約が最終年なんですね。はい、はい。外国人の最終年って、必ずやります。成績を残して必ずやります。そうすると、あの新人の渡来君。ああ、鼻ありますよね。すごいでしょ？オープン戦首位打者ですよ。はい、で、2番オースティンだよ。で、3番が佐野、4番牧、5番宮崎。これはね、セリーグ6球団で最強の打線組めるのが、横浜なんじゃないかなと。オープン戦でもホームラン12本チームで。そうでしょ、はい、打ってだから85年の阪神じゃありませんけども、得点力が5点ぐらいの得点力があればピッチャーは4点に抑えれば勝てるのよ。そうですよね、はい、だから打線がピッチャーを育てる85年型の野球を DeNA がしたら上に来る可能性あるよね。だからちょっとね、この3位と4位っていうのはちょっと上に上がってくる可能性あるんだよね。なるほど。ちょっと脅かす存在と言いますか、うん、で広島をなぜ下げてしまったかって、うん、森脇君には本当申し訳ないんですけどやっぱ先発ローテの名前4人ぐらい指は折れるんですけども、はい、いやそのピッチャーが果たしてどれだけ貯金をできる数字を残せるかどうかっていうのが、すごく不安ですよね。そうですね。大瀬良投手と開幕投手と言われる栗投手なども、
10個の貯金できますか？ああ、だから12勝2敗とかってことですよね。そう。10個の貯金。ちょっときついでしょ、はい。そうですね。やっぱり10個勝ったら7つ8つ負けるでしょ。はい、はい。そうなると、僕、広島の投手陣と考えると、貯金をできるピッチャーってのが果たしているんだろうかというようなことを考えたときに、ちょっと落ちてしまったわけ。この2、3ヶ月見て、うん。それともう一つ、新井監督には非常にこう、厳しいこと言って申し訳ないんですけども、もう本当にファミリーのような形で、非常に明るい形で1年間戦い、去年2位になってるわけですよね。はい、ただ、その明るさだけではね、やっぱペナントレースは制することはできないと思うんだよね。だから去年はちょっとうまく、行き過ぎたのが広島だったんじゃないかなと。なるほど。で、ヤクルトは本当申し訳ないんですけど、はい、ピッチャーがいません。あ、数え折れるっていうことですね。いや、もう折れませんよね。もしもヤクルトが上位に上がるんであれば、それは村上選手の、まあ、2回目の三冠王ですよ。そうですね。あと山田選手のトリプルスリー。はい、このあたりが重ならないと、ちょっと難しいということと、だからヤクルトを多分上位に上げてる解説者の方もいると思うんだけど、ここに来てヤクルトを下げる解説者の方多いと思いますよ。うん、ちょっと不安要素が多すぎるという感じなんですかね。そういう理由で、ちょっともう誰よりも早い1月ぐらいにやった死ぬ予想と、開幕直前変わりました。はい。で、こういう感じ。森脇くんは、予想してるのか？1月の予想の時はですね、はい、広島が1位、はい、で2位阪神、はい、でそういう風にちょっと組ましていただきまして、今、はい、3月26日現在、はい、森は切るか、ガラッと入れ替えました。斬新に、はい、はい、ダンということで、これまた面白いよ、はい、これ。かき乱そうと。なるほど。でもね、僕これ見てすごい面白いのは、中日と DeNA は今年ね、台風の目になる。はい。私も思ってるんです。うん。ここで、その、言えば3位4で何かやってくれて、上がってきた予想ですね。ある意味。あ、なるほど、なるほど。台風を起こしてくれた。うん、予想をちょっとこういう風に、この2チームがもしもね頑張ってくれれば、はい、混戦になる。本当にそう思います。こんな2023年みたいにこう、うん、阪神がもう優勝確定しましたっていうよりも、ここの4つでギリギリまで争ってほしいなという考えですね。阪神サイドからすると怖いのは、この2チームが頑張ることによって混戦戦に持ち込まれた時に、2023年のシーズンってのは、阪神、競り勝つような、そういう場面ってありませんでしたよね。はい、逃げ勝っていきましたからね。逃げ勝ちだから。はい、だから本当の進化を取られるのは、うん、今年阪神が勝って初めて、阪神が強いチームだと言われる年にしなければいけない。はい、そうです、ね。そのポイントを握るのはここだな。はい。そうですよね。なかなか素晴らしい。やっとスポーツ記者になってきたんだ。ありがとうございます、やっぱオープン戦っていう成績をちょっと私大事にしてまして。なるほど。はい。中日、まあ、その、バッティングというよりも、ピッチャー陣の防御率が1点台っていうところ。そう、いいとこ見て。そういうとこなんだよな。はい、そこで結局、その先おっしゃったように、中田翔選手とかが、まあ、打点を上げてくれて。2割6分でもいいの、俺。はい。打点が100ぐらいは。はい。で、細川選手もいますし。いいからね。結局3点取れば、ピッチャーは1点、2点で抑えられて、それこそ勝ち逃げできるかなという中日。去年のね、阪神の岡田監督の考え方っていうのは、相手を3点に抑えて、4点取って勝つのが阪神の野球ですと。はい、ところで今の中日であれば、相手を2点に抑えて、3点で勝つというね。はい、そういう野球ができるということだね。はい。オープン戦を見ててそう感じたので。はい。はい、で、DeNA がこう2位に上がってきたので、ね。DeNA のそういうのは何？もうやっぱ、打線がすごすぎますよね。そうでしょ？はい。全く同じです。で、もうなんせ、渡来選手、新人の。あの子さ、
ちょっとテレビでしか見たことないんだけど、はい、私もそう。で、明るいよね。はい。で、なんかもうその、ハキハキし、こう、喋ってる感じだったりだとか、森下選手がそれこそ阪神に来た1年目と同じような、ちょっと花があるというか、何かやってくれそうな。で、効果を持てる。はい。なんかドラマチック感をこう出してくれる。誰にも嫌われない選手かな感があるよね。なんか好かれてますよね。見てる感じも。いいと思う。はい。それでちょっとチームの雰囲気的なもので、はい、なんか、なんて言ってるんですかね。劇的勝利って結構チームに勢いをもたらすじゃないですか。さよならだったりとか、はい。そういうのを結構こう、チームを。今年の、はい、引っ張ってくれるような気がします。ね、はい。で、巨人はもう、安倍さんのこう、1年目で、こう、いろいろ徹底してるところっていうのと、はい、まあ、これね、はい、一番俺気になるのはさ、昨年、日本一の阪神がさ、日本一にね、B クラス入り。なんていうのいかにも放置らしいけどさ、これはなぜですか？これはですね、はい、今までのデータ上、阪神2連覇ないんですよ。うん、それ俺も分かってるよ。はい。分かってるよ。そうなんです。うん、なので、うん、あ、そういうことか。はい。もう私はデータにしっかり乗っかりました。優勝した翌年も確か4位だよ。はい。なので、86年、我々の時代も。ここはちょっと、まあ、これを見た阪神ファンの方であったりとか、阪神の選手、まあ、もし見ていただけてたら、ね、何クソと、森脇と、見てろよと。ここに来る可能性あるよね、はい。上がってきてもらえればなと。あ、ありがとうございます。はい、何クソ魂で、はい、上がってきてもらえればなと。ということで、思います。2024年3月26日現在の私と森脇くんの順位予想はこうでございます。はい、楽しみですね、はい、結果が、はい、